こんにちは、ビーレジェンド田中です。今回はスクワットのラックアップのポイントですね、特に上半身の使い方にフォーカスして解説したいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報が掲載されておりますので、ぜひご確認ください。今日はラックアップについて少し詳しく解説していきたいと思います。ラックアップっていうのはスクワットをやる前にですね、バーベルを担ぎ出す動作、この動作になるんですけど、この動作の際にいくつかこうエラーがあるので、それをやっていると特に背中周りに負担がかかりやすくなって動きが窮屈になったりとか、腰背中が張りやすいっていう状態になるので、それを予防するラックアップの際の上半身の使い方について解説したいと思います。よくあるエラーの一つが胸を張りすぎているっていう状態になりますね。ラックアップするときに極端に胸が張った状態になります。この状態でラックアップを行うと、ラックアップした瞬間に背中の筋肉が強くグッと収縮する状態になるので、重りをかけていく、でしゃがんでいくっていう過程において、より腰背中に負担がかかって、背中ばっかり収縮している状態になります。エラーの動作としてちょっと見ておいてください。ラックアップした時に、すでに胸が張りすぎている状態ですね。ここからしゃがんでいくと、ラックアップした時、すでに背中が緊張している、胸を張りすぎて腰が反りすぎた状態で、しゃがんで、より体幹部にも負荷がかかってくるんで、この時に腰背中に負担がかかるっていう状態になります。これ昔はよくしゃがんだ時に猫背になったりしないように、それはそれでね、腰を痛めるんで、胸を張って、腰もまっすぐにしてしゃがみましょうっていう指導が、昔はよくされてたんですが、今はしっかり腹筋側もちゃんと使いましょうとか、腰反らしすぎないようにして腹筋背筋全体で重りを受けるっていうようなイメージで指導することの方が多いです。ラックアップの時に腰を反らしすぎてると、背中側の面だけで重りを受けるようなイメージになるんですけど、ラックアップした時に胸を張りすぎるんじゃなくて、反りすぎない、丸まりすぎない、ニュートラルな状態ですね。背骨の湾曲を少し丸まってる、腰は反ってるっていう形をなるだけあんまり大きく取りすぎなくするというか、ラックアップした時に腰が収縮しすぎない、背中が収縮しすぎないように、この形からこのぐらいの形でラックアップする。で、腹筋背筋をバランスよく使って重りを受けるっていう形になります。ちょっとやってみますね。さっきはこういう状態になってたと思うんですけど、反りすぎない、丸まりすぎないっていう状態ですね。ニュートラルな状態、この状態でラックアップすると、重りがかかっても腰の筋肉がグッと緊張している状態にはなりにくいです。腹筋も使って、息を吸って腹圧で固めてしゃがむっていう状態を作ります。うまくラックアップできているとかどうかの目安っていうのは、ラックアップした時に胸が張りすぎてると、腰背中の筋肉がバーの重りがかかった時にギュッと収縮する感じが強くなると思います。反りすぎない、丸まりすぎないっていう、こういう状態でラックアップすると、どんなに重い重りがかかったとしても、腰が強烈にギュッと収縮するっていう感覚がなくなりますので、まずはこの状態を作れるように、反りすぎない、丸まりすぎない、ニュートラルの形を作ってラックアップするっていうのを目指してみてください。続いてラックアップの時の基本的なポイント、いくつか紹介したいと思います。まずは左右のバランスをしっかり取れた方がいいので、ここにバーベルによくラインがあるので、そこを人差し指なのか、薬指なのか、これは体格とか柔軟性によるんですけど、左右バランスよくちゃんと指を決めて同じ位置で取るっていう風にします。で、よくあるラックアップのエラーですけど、真下に潜り込まずにこのままクッとしゃくるようにラックアップしちゃう人がいるんですけど、こういう形ではなくて、しっかり真下に入り込んで、で形を決めて、先ほど言った、背骨にしっかり乗るような形になってるのかをちゃんと確認してから、息を吸って腹圧固めてラックアップするんですね。真下からラックアップするようにするとより安定すると思います。
で、あと、まあ、ラックアップの時の細かいポイントですけど、ラックの高さをちょうどバーを担ぐ時の高さにしちゃうと、まあ、スクワットのセットをこなした後ってやっぱバーベルをかける時がもうすでに疲労困憊の状態なので、これでもちょっと高いぐらいの状態だと思います。まあ、できれば乳首ぐらいの高さにバーを設定しておくと、まあ、疲れてバーをかける時に無理やりこう背伸びしてかけに行かなくても余裕を持ってかけれるので、セットをこなしてバテた後っていうのは絶対かける時に空振りしてそのまま前に突っ込んでこけちゃうっていうのもあるんで、まあ、少し余裕を持ってバーベルをセットしておくっていうのは、まあ、意識していただくとより怪我なくトレーニングできるようになるのかなと思います。まあ、昔よく指導されてたようなラックアップの時に、まあ、胸を張って猫背にならないようにっていうね趣旨で指導されてた形だとは思うんですけど、まあ、この形だと高重量をよりこなそうとなった時にはまあ、腰背中に負担がかかるし、軽い重量でもねやはり腰ばっかりでスクワットをやってると足が疲れる前にね先に背中腰が疲れちゃうという状態になりやすくなると思うので、ニュートラルな形を作って重りを受ける、ラックアップした時も腰が過度に緊張しすぎない状態を作るっていうのを意識するとですね、まあ、腰の負担を減らしてスクワットができるようになると思います。まあ、例えばですねトレーニング中級者上級者になってまあ、スクワット100キロだけじゃなくて150キロとか180キロとか200キロとか目指していくっていう段階になると、まあ、このラックアップができた方がですね、まあ、より重量をこなしやすいフォームにもなってますので、ラックアップした時の腰を反りすぎない丸まりすぎないっていう状態を作るのを一度練習してみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。